怪物みたいな君に恋をした私の物語。シナリオ外れのストーリー、近くて遠い存在に心惹かれていたんだ。めぐりめぐる季節の中、素直な君とは違って、言葉にできない想い、いくつもの君を乗り越えて、いくつもの壁を乗り越えて、神様が起こした奇跡で私たちは君の、いつもみたいな、同拍子もない。